安倍晋三は対決だろう。何としてもこれ廃案にする方法はないのかなと思って私今日ここに来たんです。私もあまり何の知識がないので何ができるのかっていうのを聞きたいです。やれることはしたいと思います。今回のあれだけはもう絶対やめてもらいたい。もう目に見えてる。それがさ人間のやっぱりさ幸せになる道かと思ったら逆でしょ。はっきり言って怒ってます。